はい、じゃあ、おはようございます。今日は、時間からいきますね。4月の29日、水曜日ですね、日本時間です。ここカリフォルニアは、28日火曜日なんですが、時間がですね、今日本はまだ10時51分です。夜のですね、夜の10時51分。まあこんばんはですね。ここカリフォルニアは朝、6時51分ですが、ちょっと目を覚まして、YouTube をこうちょっとググってたら、こういうのが出てきたんですよね。ちょっとこれ見てほしいんですけど。こんにちは。民族、言語、国家、宗教、イデオロギーを超えた人類共通の経典の制作者、インプルーブメンター、白銀流 K です。はい、クリアリストの勝善です。ドリームコーディネーターのビビアンです。誘拐年間80万人アメリカ、これ何年も前から言われてて、中国も多いんだよね。らしいですね。だからこれは私の予測だけど、世界中で毎年誘拐されてる人、まあ、特に子供、臓器売買とかも含めて、200万人じゃないの。イギリスも多いんですよね。メキシコ。これちょっと見てこう背筋がちょっと凍るような感じの、ちょっと YouTube っていうか、まあ皆さんぜひ一度自分の目で見られてほしいなと思いますね。なぜかというと、まあここアメリカで、まあ、タブーっていうのよくいろんなタブーありますよね。いろんなタブーっていうのがあって、まあ政治宗教のとかの都市とかの話をするのはタブーだみたいな感じでよく言われますけど、ここでのタブーが、まあ自分が最初にアメリカに来た時にちょっと心が痛いなっていう、自分が感じた、あ、これタブーだなとかって思ったのが、子供さんにね、あ、今日お父さんはとかお母さんはとかって、まあレストランで働いてたんです、最初の頃で。その子供親子でね、お父さんと子供さんの時に、お母さんは今日どうしたのとか、今日はお母さん来ないのとか、そういうことをね、聞くことがこっちではタブーだなとかって思いましたね。で、親から、いや実は別れたんだとかね、そういうふうなことをこう聞いてしまって、もうめっちゃ心が痛かったっていうのを覚えてますね。で、最近 YouTube 始めてるじゃないですか。まあ1年ぐらい本格的に始めてるんですけど、子供の写真を撮ったらね、何してんの、警察に訴えるわよとかっていうお母さんがいたりとか、それからめっちゃ可愛いね、動画、ローラースケートじゃなくてこのキックバイクっていうのがあって、それをこう別にたくさん人が歩いてるところでこう撮影して、親父さんに、この可愛い写真 YouTube に載せるんだけどって言ったら、あ、ごめんだけどこれ絶対載せないでくれるかとかって言われたことがあるんですね。で、子供の誘拐がこれに載ってるように、本当にたくさんの子供たちが誘拐されてるんじゃないのかなとかっていうふうに思って、最近ではね、都市伝説とかでアロンデラナクロムとか、それからね、臓器売買とか、まあそういうね、なんかちょっと普通じゃ信じられないような話が飛び交ってますよね。まあですから、まあね、都市伝説であってほしいんですけど、本当じゃなくて
欲しいんですけど、でもなんか実際にね、日本でも何万人年間子供が誘拐されるとか、アメリカではこれで80万人とか、その数字っていうのは本当じゃないのかなとかって思ったりしてるんですね。あの後のことはわからないですけど、ただまあそういう形でちょっとね、皆さんこれちょっとね、見てみるのはいいんじゃないかなとかと思いますね。これね、誘拐年間80万人、アメリカがやばいっていうやつですね。誘拐年間80万人、アメリカがやばいっていうやつ、3時間前にまだ上がったばっかりみたいですね。まあ皆さんそういうことでちょっとふとね、目が覚めてこう YouTube をググってたらこういうなのが出ていて、まあ特にね、子供さんとかねをお持ちのお父さんお母さんとか、まあこれからお父さんお母さんになる人たちとか、まあね、お孫さんがいる人とか、これまあよそごとじゃないなとかって思うんじゃないのかなとかって思いますね。ただそのこともね、彼も言ってるんですけど、本当かどうかっていうのは自分で調べた方がいいというふうなことをね、この番組の中でも言ってますね。ぜひこれおすすめですね、これね、これ本当80万人ってだけでも信じられないですね。80万人1日2000人だからね。1日2000人誘拐されてる。1日2000人、まあぜひこれちょっと見てほしいなとかって思いました。まあ実際自分もね、撮影とかして、肌でこう感じたことなんで、まあもしかすると都市伝説では片付けられないのかもしれないなとかって思いました。ということでチャンプルーでした。さすがです。